東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は55,531人であり、2000年の55,073人から0.8%増加した。軍庁所在地は、ジョンズタウン市であり、同軍で、人口最大の都市は、グロバーズビル市である。軍名は、蒸気船を最初に、商業的に成功させたとされるロバート・フルトンに、 ちなんで名付けられた。1838年、モンゴメリー軍の軍長所在地が本田に移転された直後に、フルトン軍は、モンゴメリー軍から。この新設には、ジョンズタウンの弁護士、ダニエル・キャディが絡んでおり、キャディの妻は、ロバート・フルトンのいとこだった。フルトン軍は1838年4月18日に、設立され、 領域は550平方マイルだった。昔のトライアン軍、当時のモンゴメリー軍の軍庁舎が、フルトン軍の庁舎となり、現在でもニューヨーク州最古の現役庁舎となっている。1860年4月6日、軍北川境界付近の盛田が公園近く、10平方マイルがハミルトン軍に移管された。これで、現在のフルトン軍領域が確定された。 18世紀半ば、モンゴメリー軍にある、ジョンソン・トリデとジョンズタウンの設立者、ウィリアム・ジョンソン卿が、フルトン軍となる地域に入ってきた。順弾尺であるジョンソンは、アイルランド系パイオニアであり、ニューヨーク植民地の軍大使館、1755年から1774年には、インディアン問題のイギリス監督官を務めた。その家屋、ジョンソン・トリデ、 およびジョンソンホールは現在ニューヨーク州歴史史跡に指定されている。アメリカで女性の権利運動の中心人物だったエリザベス・キャディスタントンが軍内で生まれた。アメリカ独立戦争終戦直後、この地域では手袋と革製品の製造が主要産業になった。ジョーンズタウンとクロバーズビルは世界の手袋と革製品の首都と呼ばれた時期もあった。 これら事業が流盛した結果として人口が増加し、軍は成長した。現在でも軍民の多くは、手袋と革製品の製造に携わったものの子孫である。現在では、手袋作り、革なめしや、革衣類製造者は少なくなったが、会社によって市場の変化に適応し、競争力を保っているものもある。グレートセカンダが5にかかるバチェラービル橋、 2012年に架け替えられたフルトン軍はニューヨーク州中央部にありオールバニ市の北西に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は533平方マイルであり、このうち陸地496平方マイル、水域は37平方マイルで、水域率は6.89%である。軍内には次の公共用途空港がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。